こんにちは。こんにちは。パビリオンのギターボーカル森です。パビリオンベースの佐藤です。今回センサさんのハイライターにてインタビューを受けさせていただきました、うん、ありがとうございました、うん、ありがとうございました。今回ね、ちゃんと質問いただいて、うん、僕たちの回答をお伝えしてっていうインタビュー初めてだよね、多分、うん、どうでした？そうですね、その僕たちのルーツだったりとか、その結成したきっかけみたいなことはその僕たち自身からこう発信することも結構多かったんですけど、うん、今回の記事がカルチャーについてがまあ主題となっていて、そのカルチャーについて自分たちで考えたこともあんまりないかもしれない、うん、なんかこう無意識に捉えてるところはあるけれども、その自分たちが影響を受けたカルチャーだったりとか今気になってるカルチャーについてちゃんと考えたのは、うんうん、この記事がきっかけになりましたね。なりましたね。なりましたね。ですので、その僕らのまだこうより深い一面みたいなものを見れるいい記事だと思いますので、うん、ぜひチェックをお願いします。読み応えありますのでよろしくお願いします。そして僕たちパビリオンは、10月6日にセカンド EP となるランナップをリリースしました、ね、僕たちの新しい一面も見れるEP となってますので、ぜひ聴いてみてください。よろしくお願いします。お願いします。そしてそれに伴って10月24日に僕たちのそのランナップのリリース記念ライブということで、うん、10月24日新大田フィーバーで企画しておりますので、ぜひこの記事を読んでいいなと思ってくださった方とか、その配信された EP を聴いていいなって思ってくれた方、うん、もしお暇でしたらいらしてください。ぜひお待ちしております。よろしくお願いします。パビリオンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。